MC를 선글 찬여를 위한 조리맛스 吉祥寺から歩いて10分ぐらいのところにあります、サッパドデリーさんに行ってまいりました。こちらのお店は今年の5月に新しくオープンしたお店で、吉祥寺の駅から少々歩くんですけども、もう絶品のカレーが食べれるということで、また新店舗で調べてないんですけども、クワちゃんネル調べた結果めちゃくちゃ美味しいということで、早速行ってまいりましたので、ご覧ください。本日のカレー、ドン。こちらがサッパデデリーさんのメニュー表。カレーの種類は香ばしすぎる3種類で、こちらは日によって変わります。副菜、漬物、アッパラムまでついたカレー1種2種が選べ、組み合わせを変えれる3種盛りまでできちゃいます。インドビールやインドハイボールなどの飲み物もあり、写真撮影の際はしっかりルールを守りましょう。もちろんこうなるとクワチャンネルは3種盛りをチョイスいたしました。こちらがサンパドレディさんのマデライチキンカレーサンバル、マトンコフタ入りのココナッツカレーの3種盛り。バナナの葉に乗ったカレーが香ばしく、スパイスの香りが豊か。見るからに食欲をそそりワクワクさせてくれる、そんな一皿はどこからどうやって食べようかの悩みどころ。夏の日の柔らかい日差しに刺され、本日もいただきます。まずは本日はチキンカレーの方から。一口食べるとそのキリッとした辛みとスパイス感で本日もうまし。ココナッツカレーの方も口当たりまろやかつつも、マトンの香りもふわりと香る、そんな素晴らしいカレー。サンバルの方はきっちり優しいタイプでまろやか。それぞれのカレーをそれぞれライスと一緒に食べてみても、どんどんスプーンが止まらなくなる、そんなカレーたち。しっかりと具材がごろりと入っているので食べ応えも十分で、このマトンのコフタが個人的にはうまみ爆発で最高の代物。大根の漬物や副菜と一緒にカレーを食べてみてもまた最高で、様々な食感、味変が期待できる。そして中盤ではアッパラムを割ってパリパリ感の食感をプラス。そこにまろやかなサンバルをかけ、まろやかパリパリで食べるのがクワちゃんは大好き。もちろん他のカレーとの相性も抜群で食感豊か。そして後半になるとざっくりザクザク混ぜつつも、しっかりと食感や味の変化、合わさるところのカレーの違いなどを味わいながらも楽しみながら食べるのがおすすめ。チキンカレーのスパイス感やキリッとした辛み、ココナッツカレーのまろやかながらも旨味十分のカレーを感じてみたりと、一つ一つがハイクオリティすぎて仰天。吉祥寺から少々離れていますが、この一皿は絶対に食べるべき一皿。本日もサッパドレジーさん満腹ごちそうさまでした。ポテンシャルが半端じゃない。お店の雰囲気もね、めちゃくちゃ良くて、明かりが差し込んで、もう見るからにカレーが美味しく見えそうな光も差し込んで、そしてお店の店主の方も7つ盛りで、働かれてた方で、もちろんね、カレーの方は2種3種とご用意されてまして、もう本当に絶品で、スパイスの方がね、しっかり効きつつ、もう旨味だったりとかもじゅんわり飛び出てくる。で、いて1種だけでもいいし、2種混ぜてもいいし、3種全部混ぜてもいいし、副菜と混ぜ混ぜしながらいただける、そんなカレーでございました。個人的にはね、マトンのカレーがすごくね、本当に旨味詰まってて、もう本当に味わい絶品。なんといってもスパイス感だったりとか、何かが尖ってるとかいうわけではなかったんですけども、旨味が十分でめちゃくちゃ美味しいカレーでございました。メニューの方も変わったりしますし、営業日の方もいろいろありますので、お店のアカウントをチェックするのがいいと思います。本当にね、もう全部美味しいんで、ぜひ3種盛りがおすすめだと思います。はい、というわけでカレーに取り込んだ生活したインスタ、ツイッター、もちろんこちらの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また明日。バイバイ。